はいどうぞ。 パルプンテ、J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は22年、浦和レッズへシステム別のスタメン予想ということで、いや、まだ早いだろって話でありますね。まだもうやんのみたいな話ではあるんですけども、現在、12月24日の朝現在ですね、えー、12月24日、クリスマスイブから何をやってなだとゃう話になってきますけども、えー、まだ現在、新加入選手というのは噂段階ばかりで、新加入発表ありません。まあ、正直今日は12月24日なんでしかも金曜 なので、そろそろ発表が、ね、あるんじゃないかと思ってはいるんですけども、えー、その前に、まわ、あの選手を元に、あとアウト予想ですね、えー、放出されるんじゃないかと言われている選手、まあ、そこをもとに、えー、現段階でのシステム別スタメン予想を組んでみましたよろしくお願いいたしますということでございまして、まずこちら、えー、目次、まあ、目次ということで、まあ、今回改めてスタメンとか考えていく中で見えてきたのが、ポジティブな悩み、いや、これは悩むね、いい悩みだね、ちょうどいや、これどうすんのよ、ちゅう、ネガティブな、えー、悩み。 意味と両方出てきました本当アンビバレンスな感情になったわけでございますけれども、まあ、だからこそ見えてきた明確な補強ポジションそしてまあ3バックが導入できない理由そしてこれらのまとめの方をやっていこうと思っておりますけどまずこちら。 まずは、まあ、一応4 5 1で出しているんですけどこれはまあスタメン予想じゃなくて、これ本当、スタメン予想じゃまだなくて、ですね、えー、現在いる選手、既存の選手と、まあ、イン予想、まあ、新加入として来るんじゃないかと報道が上がっている選手、プラス、まあ、ちょっとアウト予想されている選手の、まあ、現在の配置図になりますけど、えー、これ、名前の横に黄色ですね、名前の横に黄色のマークがついている方は、まあ、新加入で来るんじゃないか、そして赤のマークがついている方は移籍するんじゃないか、どっか他のクラブに行くんじゃないかと言われている選手。 人たちでございますけどやっぱこうやって見ると右サイドバックが、えー、多いなっていうのと右サイドバックちょっと年齢構成もいびつだなっていうのがやっぱり感じられますそしてボランチちょっとね豪華だねっていう感じもしますけどもえじゃあこれこのメンバーですねこれらのメンバーをもとに今回見ていきますまずは本当シンプルに4 5 1ですね、えー、今年一番多く使われた4 5 1の来シーズンスタメン予想はこうなりますドーンっていうことになりますけど特に変化がねこのね、うん、4 5 1ね4 5 1で来シーズンどういうメンバーで戦うんだろう 考えた時に、まあ、一応、一番上の名前が、えー、レギュラー選手として2番手に、まあ、その名前の下の選手になってくるんですけれども、変、まあ、わり映えがしないということで、まあ、4−5−1 はもちろんやるんですけども、それこそ B プランとかになるんじゃないか、まあ、正直、来シーズンも4五5 1をやるのであれば補強はんどうなんだって話になってくるので僕はこれは変、まあ、わるとすれば、まあ、ボランチの組み合わせとか、今年主に右サイドハーフを務めた関根を左に、A、回して、まあ、カットインからシュート本数。 増やそうみたいなものとあとは右サイドにまあ進化に言うと噂されて松崎選手を置いてこれこそまあカットインからシュートをどんどん狙っていこうみたいな使われ方はあるでもそれぐらいかなっていうのがあるので正直4 5 1は現段階ではね何の進化もないと僕は思っているので変わるんじゃないかと思っておりますというこちらじゃあ4 4−4 にまあ2トップにしてみましたよっていう話になっていきます4、まあ4 2の場合は左サイドバック僕は荻原帰ってくるなら荻原でいいと思いますし、まあ、もしくは大畑選手でも いいのかなっっててのがやっぱりありあますそしてなんでじゃあここに秋元がいないかというと、2トップやるなら現在のメンバーですよ、これ、ね、他の新しいフォワードの補強あると思います、まあ、補強の話、まだ出ていませんけど、フォワードの補強があれば、その選手をユンカーと組ませて2トップがいいんですけれども、まあ、少なくとも現段階での話になると、2トップの一角、秋元がいいんじゃないかと思うので、まあ、ユンカー、秋元の2、えー、トップにして左サイドバック、小木原もしくは大畑選手で組む。これで結構攻撃的にはまあいけるんじゃ。 ないかと思うので、まあ、なのでまあ 4−4 2は新加入選手も生きると思いますし、まあ、2トップ、僕は秋元、ユンかはちょっとね、これ組み合わせいいんじゃないかと思うので、まあ、これもありかな。で、この場合はまた左サイドハーフには関根、そして右に松崎選手が入る、そしてまあボランチは伊藤芝人で特に変化はない、まあ、最終ラインも大きな変化はないんですけども、こういう形はまあ2トップならあるのかなって感じがしております。そして次こちら。じゃちょっとガラッと変えて、でこちらがまあ4 3 3システムになってきますけれども、これで結構明確に変わってくるかなっていうのが、 ことし4今3 − 3は数試合ですか、2試合ぐらいかな、あったと思うんですけども、これだとまあ左サイドバックに秋元選手がいて、まあ、ショルツーがいて、そして岩波でセンターバック2枚組んで、右に坂ま井、あ、この辺はだから、まあ、変わらないんです、だから新加入選手が入ってきても、まあ、いきなりガラッとレギュラーが変わるような、まあ、メンツではないのかなというのが正直えあります、まあ、それでいうと、アンカーのところにまあ岩尾選手を配置すると、結構これはチームとして機能するんじゃないか。

からのパスですね、まあ、ロングパスとか、まあ、この対角線上のパスとか、配球役としての芝とはちょっと難しいものがある、じゃあ、伊藤敦樹をアンカーに置くと、まあ、配球のとこは安定するようになるんですけど、今度、伊藤の良さが出ない、アンカーに置くと、まあ、伊藤の守備力はもちろん、えー、発揮されるんですけども、伊藤敦樹の良さって、ダイナミックにどん,どん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 自分でボール持ち運んで高い位置を取ったりとか、ね、そういうのが伊藤敦樹選手のいいとこである、まあ、本当ね、アンカーに置くと、その攻撃性というのが失われてしまう可能性があるので、 そこは糸つきでもないとなるとまあ守備にもえ貢献できる今年の本の岩尾選手は徳島でもアンカー最後の方やってましたし自分でボールを奪うこともできますしそこからまあロングパスをバシッと一発通すこともできるのでこの岩尾選手の守備力とまあこのパサーとしてのえ能力そしてこの安定感というのを考えるとまあアンカー岩尾選手はこのシステムにおいては最高のえ人選になるんじゃないか、まあ、ここだから平野選手でもいいんですけれども、平野奥とこの守備がとかいろいろ問題が出てきますが。がやっぱりアンカー の選手って単純な守備力だけじゃなくて、現在の配球力ですね、パサーとしての能力も一定程度求められるので、本当、平野と、ね、平野の良さと、あと、伊藤敦のこの良さを合体させたまあ岩尾選手をアンカーに置くことで、相当ねこ、これ、オフェンスの面でもディフェンスの面でも相当力を発揮してくれるんじゃ、えー、ないかと思っております。その場合、小泉選手がこれ、インサイドハーフのとこをまあやるんじゃないかって感じが、えー、しております。そして、伊藤敦とコンビを組む、これで結構バランスは取れる気は、えー、します。 過ぎているる感じもするので、まあ、伊藤のとか柴芝田でもいい気がしますけども、まあ、本当、アンカーシステムを置くのであれば僕は岩尾選手これは適任になるんじゃないかと思っておりますねそして、まあ、3トップですね肝心要の3トップのところで言うと、まあ、左に関根かまあ江坂ここは、ね、どういう役割を与えるかによると思いますけども、まあ、関根か江坂、まあ、ど,んど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 ん自分1人でまあボール運べる選手が欲しいのであれば、まあ、関根選手ですしもっと連携とかコンビネーションを重視するのであれば江坂選手を 置いいいいてもいいと思いますでセンターフォワードのところにまあユンカーとエサカって書いてはいるんですけども、まあ、単純に点を取るためならユンカー選手をセンターフォワードでもいいんですけども、まあ、新しいゼロトップですね、まあ、新しいゼロトップのやり方を考えるのであれば、まあ、エサカー選手をまあこの真ん中に置いて少し引いてトップしたような形にして、まあ、関根と松崎選手が中へグっと絞ってプレーするみたいなそこも、えー、いいのかなと思うので、まあ、これ4三3 3ってしていますけども、まあ、ユンカー選手がいればシンプルな4三3して エサカ選手が3トップの真ん中に入れば4312、エサカを0トップとか、まあ、フリーマンみたいな形にして4312のような形にしても面白いのかなとかここは結構、ね、流動的に変わることができる本当、まあ、賢い選手が浦和レッツ多いのでこれは、ね、流動的に試合展開によっては動かすことができるんじゃないかと思っておりますね、はい、そして次こちらじゃあちょっとみんなが思っている3バックですね、まあ、なんで3バックをやらんのかっていうところにもなってくるんですけども、まあ、まず3バックのまあ人選ですけどもこれ それで結構変わるまあ、大畑選手、3バックの左は大畑選手、そしてショルツ選手、そして酒井選手でま3バック組む、あれ、岩波はっていう話にはなっていきます、あれ、お前、あんだけ岩波評価してたじゃないかって話にはなっていくるんですけども、なんでじゃあこの3バックのメンツになったのかというと、この3人の共通点は自分である程度ボールを持ち運ぶことができる選手を一応3人、えー、置いております、まあ、これだから岩波にこれがないものにはなってくるんですけども、やっぱり現代のセンターバックっていうの はもちろんこれパスサーとしての能力、ビューダップ能力とか足元の能力もセンターバック、求められてはいるんですけど、もう1個求められているのが、要は処理的な動きですね。自分でボールを持ち運ぶことができる、ある程度自分でボールを持ち運んでパスを出せる選手というのが、現代のこれセンターバックに求められるものであります。でそれで言うと、まあ大畑選手はまあ3バックにしてますけれども、まあ、4バックでもちろん使うこともできますし、この自分で持ち運ぶ能力っていうのもあります。まあショルツ けれどもこの2人も3バック最終ライン置くと自分である程度持ち運んでパスを出すことができるのでこの3人にしましたこれがだからね岩波にないもの、まあ、僕は岩波選手は大好きな選手なのでもっと評価されてもいいと思ってはいるんですけれども岩波選手は、まあ、ディフェンス能力、まあ、ちょっとポカはしますけれどもね岩波選手のこれディフェンス能力とかビューダップ能力というのは、まあ、ある程度高いレベルにはあると思うんですけれども足りないのはやっぱり自分である程度持ち運んでどうにかする力かなって思います もちろん岩波選手も自分で持ち運んでそこからパスを出すシーンというのはあるんですけれどももうちょっと欲しいなっていうのが僕の中でそこはちょっと、ね、あるんでそこがやっぱり改善されないと厳しいかな現代のセン,ーセンターバックとしては、えー、厳しいのかなっていうのがあるので、まあ、この人選に、えー、しましただから本当に3バックとかセンターバックに、えー、求められるものが本当年々年々増えてきているので単純に守備がうまければいいって問題でも、えー、ないって話でございます。まあこの でまあ、この3人にすることによって、まあ、本当に可変がやりやすくなるまあ、大畑選手も酒井選手も本来サイドバックの選手なのでまあ、これ例えば大畑選手と酒井選手を少し高い位置に上げてサイドバック的な動きをさせるそして糸敦樹、糸敦樹ボランチの糸敦樹を1枚下げて、えー、ショルツと糸敦樹の、まあ、実質センターバック2枚にするということで結構押し上げることができるまあ、だからなので自分たちがボールポゼッションして攻めているときはショルツ選手と糸敦樹選手のセンターバック2枚にして大畑選手と井選手 高高いいい選手を高い位置に上げるるみたななこともややりやすくなるんでねだからこれは下に書いてはいるんですけども、伊藤敦樹の役割というのが非常に重要になってくる、まあ、えー、三社時代ですね、三社時代の阿部勇紀の役割を伊藤敦樹に、えー、任せようという話でございます。そして、まあ、リカ時代の伊藤になるんじゃないかって、えー、僕は、えー、思ってはいますけども、そしたら、まあ、平野選手も結構自由に、ね、中盤で動き回ることができるので生きるんじゃないかというのが僕の中でやっぱり、えー、あります。そして、まあ、あと左のウィングバックですね。僕は秋元選手本本当に日一のウィングバックに え、慣れるんじゃないかと思っているので、まあ、ここにえ置いております。ここに荻原はね。ここに荻原を置くと、ちょっと守備のとこがどうなのか。もちろん、これ j2 のこの荻原の守備能力というのはね。高いものであると評価はされているんです。けれども、やっぱね j1 の守備ね。j1 でどれだけ？その荻原のディフェンスが通じるか。まあちょっと不安なとこもあるので、まあ、んここにね。ウィングバック、荻原選手を置くと攻撃力が非常に上がると思います。まあ、秋元よりも違う。特性をは荻原選手は出すことができると思うので、攻撃力。 は上がる気がまあするんですけどもうそうなるとちょっと守備のとこがね不安に僕はなるので一応、秋元選手を、えー、置いておりますそして、そうなったら右には関根選手をまあ戻すまあミシャ時代も右のウィングバックやってましたし左サイドの方に秋元荻原というまあ左利きの選手がいるのでここはまあそのままいいとして右はやっぱ関根選手になるのかなもしくは松崎選手になるのかなっていうのが、うん、やっぱりありますそして、だからここからが問題でシャドウ、ね、意外とシャドウの人選に困るという話でこのシステムの問題 問題点ってやっぱりシャドウのとこ、まあ、3バックの人選ももちろんそうなんですけども。 3バックはなんとかねこれになるとしても、やっぱシャドウのところが、選手が単純にこれ、足りないっていう話になってくるんじゃないかなっていうのはあって、まあ、もしかしたらそれでまあリカード監督は、ね、僕はずっと3バックやんないのはまあ守備の人選の問題かなと思ってはいたんですけども、まあ、この1トップ、2シャドウにすると、単純にシャドウの選手がえ足りないっていう事態に陥っていたんだなっていうのを改めてえ感じます。まあ、というのも、あ江坂小泉、ユンカ、この3人、スーパーな3人がえ並ぶわけでございますけど、 も控えがいない、単純にこれ控えの選手がいない、まあうーんだからこれ、90分間、ね、サッカーというスポーツが選手交代なしのスポーツであれば、このワントップ、ツーシャドウ、これ、最高じゃないかってなるんですけども、もじゃあ試合中に、まあ試合90分間やる中で、ま餌、あ、か小泉でうまく機能がしない、あれ、餌か小泉、なんか今日うまくいかないなって時に、じゃあ、控えを誰出すかってなると、途中交代でこう流れを変えれるような選手は正直、シャドウにはいないような気がします。ままあ、気がしますといいうううののははこれはどういうものを求めるかとか 寄ってくるんですけども要は江坂と小泉を並べてしまうと途中交代からここに入る選手が、まあ、いないなので、まあ、大久保ハテって書いてはいますけれども、まあ大,久保ね、大久保であればシャドウもできるかなってレベルであってなので、まあ、秋元選手をシャドウで使う可能性とか、まあ、いろいろ出てはくるんですけれども本当に単純にサカ小泉の控えがいないと90分間でゲームプランを構成したときに途中からここでやれる選手がいなくなる、まあ、そういうのも考えてこの形をやらなかったのかな ってのが正直あ,ります、まあだからこれが一つ今の浦和レッズでいうと、まあ、今シーズンですけどもね今シーズンの浦和レッズでいうと餌か、まあ、小泉というスーパーな選手はいたけどもこの2人を同時に起用してしまうと、まあ、控えがいなくなるので後半逆転することがえ難しくなったりとかちょっと試合展開苦しい時に、まあ、この餌か小泉に代わる選手がいないので困るよねだから餌か小泉、まあ、同時起用はあまりなかった、まあ、天皇杯の決勝とか何試合か餌か小泉の同時起用はあったんですけども最初から2人並べてしまう 途中苦しくなったりとか、プラン通りうまくいかないときとか、流れを変えたいときに流れを変える選手が他にいないので、小泉、餌かどちらか流れを変えるためにまあベンチに置いていたちの僕はあるんじゃないかと思うので、これはなかなかね、これ3人並べてしまうと、え苦しい。そしてもっと言うとユンカーの控えもいないので、ね、本当とユンカーの控えでいうと木下選手とか、ね、もしくはゼロトップシステムに変えるしかなかったので、まあ厳しい。んだから僕は餌が小泉ね、餌が小泉、ユンカーの共存は見たかった。確かにみんなこれは言ってましたし、多分これだから リカールド監督もここがだから本当は難しいですね、本当サッカーって。単まあ、今年の選手でいうと単純にこのシャドウのところは関根とか、A、秋元選手とか、まあ、他の選手、大久保選手とか田中達也とか置いてもまあできると思うんだけどもそうなると、多分リカールド監督の求めるものが体現できなかったりとかするので、まあ、やらなかったのかなっていう問題がちょっと出てきた。それが僕の中のやっぱ結論ですね。まあ、3バック、この3、4日してもやらなかったのは結論としては、エサが小泉を同時起用してしまう。 とそ,その控えがいなくなる90分間のゲームプランが厳しくなるのでやらなかったっちうのが、えー、結論にはなります。まあ、ただこれねだから ん難しいのが、まあ、シャドウのとこも1枚やっぱり欲しくなるこの、ね、来シーズン3 4 2 1をやるとすれば、江坂、小泉の控えも正直必要じゃないかな、まあ、今、センターフォワードとか、ね、サイドハーフの選手の控えが欲しいとかえ言われていますけども、まあ、正直、シャドウの選手でもう1枚、流れを変えれる選手がいないと、この3バックシステムはえ成り立たないんじゃないかと思うので、まあ、んここにきて、ね、このシステムやるのであれば、まあ、それこそ武田がいれば一番いいのかも、えー、知りませんけども、多分 武田はレンタルでどっか、ね、大宮かどっか行くと思うので、まあうん、改めて考えると補強のことを改めて考えるとセンターフォワード、そして、えー、このシャドウタイプシャドウとかトップ下のタイプの選手そして、まあ、サイドハーフの選手と、えー、なっていくだから松尾が取れれば一番いいんですけどもね松尾選手であればウィングバックもできるし、まあ、シャドウもできるんで松尾選手の獲得でいろんな問題がこれ解決できるとは思うんですけども松尾はいろんな方が松尾帰ってくるんじゃないかとかいうだけで。報道には待 これ上がってこない、まあ、だから本当に、ね、松尾がなんで浦和レッれ,これ正式発表されないんだっちゅう、ね、ことを言う,方言う方多いですけどもそもそも報道に名前が上がっていないんです松尾選手は、まあ、強いて言うのはサッカーダイジェストさんに、えー、松尾が浦和に来るんじゃないかって書いてあるぐらいでどこも松尾浦和って報道したところは今のところ、えー、ありません、まあ、急に来る可能性もあるんですけどもうんどうなんだろうっちゅう僕の中でだから松尾今回、ね、松尾の名前がないのはそういうことなんです松尾の名前を入れていないのは実は えー、そういうことでございます、報道ベース名前が挙がっていないので、えー、入れておりませんが、松尾1人加入するだけで結構この、えー、システムの問題とかいろんなことを解決できるんじゃないかと思うので、僕はこれ、全力で松尾は取りてほしいと思うんですけどもね。はい ちょっと3バックのところで話長くなりましたけれども、えー、まとめとして、やっぱメンバーにはワクワクする。このメンバーであれば、まあ大失速することはないんじゃないかと思います。その来期も安定感ある戦いができると思うんですけれども、しかし今のままでは本当、川崎には勝てません。まあ、三、え、カ、ー、年計画、来年の目標優勝ではあるんですけれども、まあ、川崎には僕は勝てないと、えー、思います。まあ、川崎フロンターレとの対戦に勝つことはあるかもしれません。対川崎フロンターレに勝つ可能性は十分あると思うんですけれども、じゃあ1年間通して、 勝つことができるか他のチーム含めてですね川崎以外のチームも含めてこう勝てていけるかというとそこはやっぱり不安があるそこはやっぱり川崎の強さってどこにも負けない強さっていうのがやっぱりあるのでまあじゃあ浦和が川崎に勝てるとしても他のチームに勝てるかどうかって保証は今のところないのかなっていうのが僕の中でありますしかしまあね上に強者がいるからこそ全ての話題が、えー、楽しみになるまあ現在多分ほんと多くのサポーターがねまだ川崎には勝てないねまだ浦和レッズはまだ優勝することは難しいんじゃないかって多くの浦和レッズサポーター、えー、思って っってて思いいいますけどもだかからこそ楽しいんじゃないかって最初からレベル99でスタートする RPG って全く面白くないと僕は、えー、思っているのでこのギリギリの勝負を楽しむのが僕はサッカーの面白さと思っていますそこの楽しさね、ね面白さ成長に対する伸びしろその面白さを今売られて持っていると思うのでそこを来シーズン後期待して見てみたいと思いますね、はい。ということで今回以上になりますね。以上パルプンツジェルサッカーチャンネルの続いてよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さら。